は終了いたしました。次に枝野君。立憲民主党の枝野でございます。総理と経済政策で35分やりたいと思ってたんですが、残念ながらですね、それ以前の政権の正当性自体を揺るがすような事態になっておりますので、順番と上と変えて、まず、いわゆる派閥の政治資金パーティー、収支報告書不記載問題について、お尋ねをしたいと思います。この問題、だいぶ報道されて、多くの皆さん、お気づきになっていただいているかと思いますが、政治資金の報告、残念ながら、決していいことではありませんが、我々も含めて、ケアレスミスで間違いが生じることは、これは残念ながら現実に存在をします。当初も、いわゆる名寄せ、たくさんの人が同じ人にパーティー券を売っているから、それを合算するの、ミスをしたのではないかというような、内容でありました。これであるならば、修正申告がきちっとなされてですね、対応されれば、少なくとも大きな政治問題ではないというふうに思っておりましたが、現状問題になっているのはそういう話ではないということは、総理もご理解いただいていると思います。個別のことについてはなかなか総理の立場からお答えいただけないようですので、まず制度論についてお尋ねいたしたいと思います。このパーティー券の売り上げについてですね、いわゆるキックバックということがよくあります。これ別に自民党だけではないし、キックバックそのものを否定するものではありません。ノルマを超えた売り上げがあったと。そうした場合にきちっとノルマを超えた分も計上して、パーティーの収入として計上する。そして、ノルマを超えて頑張って売ったんだから、その一部または全部をですね、何らかの名目で事実上、売った人に戻す。その戻した資金の移動もちゃんと政治資金収支報告書に載せる。これであるならば、これは、我々もかつての政党ではそうしたパーティーありましたし、いいことかどうか褒められたことかどうかは別として違法なものではありません。しかし今問題になっているのは、パーティー券を売り上げたのに、その売り上げをパーティーの収支として報告しない。どうせノルマを超えて売った分はキックバックしてもらえるんだから、だから報告もしないし、ということはキックバック分の収支も載っていないと。それは裏金になるということです。何罪に当たるかまでは総理ご存じなくても結構ですが、昨日参議院でも指摘をしましたが、こうしたことがあれば、これは政治資金規正法の意図的な不実記載という大変重い犯罪になります。加えてですね、これ裏金で政治資金として報告されてないお金は、一般的には雑所得です。報道されているような1000万レベルであれば、この雑所得について所得税の申告をしていなければ脱税になります。こういう制度になっているということは総理ご存知ですよね。派閥の会長だったんですから。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、自民党の、政策集団のこの政治資金パーティーについて様々な指摘がされていること、これはもう当然のことながら、承知をしております。そして、今法律について、この、どのような状況にあるのか、法律の適用について、委員からご指摘がありました。法律については、この委員のご説明の通りなのだと思いますが、それ以上、具体的なこの状況について申し上げることは、私の立場から控えなければなりません。この政策集団の問題について、今、告発を受けていると承知をしております。これについて、私の立場で発言することは、これは、この捜査に影響を与える恐れがあります。これは発言は控えなければならないと考えております。枝野幸男君。今私は個別のことは聞いていません。だけど制度として、このいわゆる裏金作り、パーティー券のノルマを超えた部分を報告、計上せずに、そしてキックバックをされている。これが違法なことだということは分かってらっしゃる。いや、それは分かってもらわなきゃ困りますよ。総理、弁護士じゃないですから、ね、何法の何条とかって言われても答えられないかもしれないけど、こんなことを派閥として、もし、平気なことだと思ってやってたら問題なんですから。まさか、
あ、いつ、もうすでにお辞めになったのか、これからお辞めになるのか知りませんが、派閥の会長だったんですから、まさか、こういう違法なことは、やってないですよね。少なくとも総理が会長やってた派閥では。内閣総理大臣、岸田文雄君。一般論として、この法律がどういうものであるかということについては、私自身承知をしております。しかしご質問は、その派閥においてどうだったかというご質問でありますので、それについては、この政策集団について、政治資金パーティーについて告発を受けておりますので、捜査に影響を与える恐れがあるお答えは難しい、そのように申し上げております。枝野幸男君。いやいや、あのね、宏池会、宏池なんとか研究会というんですかね、いわゆる岸田派の中でですね、いや、実は岸田派の所属議員の方がね、勝手にね、ノルマを超えたのを報告せずにということがあるかもしれない。そこまでは派閥の会長として把握しきれないかもしれない。だけど、派閥としてまさか、こういったことを、まあ、システムとして、やってはいませんでしたよねって、これは答えられるじゃないですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。いえ、法律について、認識については、先ほど申し上げた通りであります。しかし、その上で、政策集団の政治資金パーティーについて、告発を受け、捜査が進んでいると承知をしております。そういった中でありますので、捜査に影響を与える恐れがありますので、私から発言することを控えると申し上げております。枝野幸男君、ご静粛にお願いいたします。捜査に関係ないですよ。派閥会長としても総理の認識を聞いてるんです。いや、違法だということを分かっている。その違法だということをまさか、会長を務めている派閥の中では、少なくともシステムとしては、会長が容認認識するような形ではやってませんでしたよねって、なんで、はい、そうですね、それはやってませんと答えられないのか、それは、やっぱりやってたんだと、疑わざるを得ないじゃないですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。法律に従って、政治資金を取り扱う。これは当然のことであります。その上で具体的な事案について申し上げることは、この捜査に影響を与える恐れがあるからして、具体的なことについて申し上げることは控えなければならない。これは当然のことであると考えております。よって発言を控えます。枝野幸男君。いやいや。システム話聞いてるんで、今告発されてる事案については一言も聞いていません。一般論として、適法にやってますとおっしゃるんだったら、いや、それが違法に当たる行為なんだから、そんな違法に当たるような行為は、少なくとも自分は認識していないと、派閥の会長として容認しているようなことはないと。なんで答えられないのか、それは自派の中でもやっていた可能性があると認めたようなもんですよ。今回の問題はですね、いわゆる派閥をめぐって生じているんですよ。でね、派閥って言葉ね、私小学生でしたよ。覚えてますよ。あの自民党の総務会長されたね、福田達夫さんのおじいさん、福田赳夫先生、派閥解消でなんか刷新なんとかとか作られてですね、半世紀ですよ。半世紀前から派閥の弊害と言われ、ね、派閥の解消とか言われ。だから、派閥の弊害除去のために、総理をはじめですね、党三役などは、派閥離脱するって、とっくの昔に、まさに政治改革の一環として決めてたんじゃないですか。それをですね、なんか派閥の会長やってると、火の粉が飛んできそうになったからって、こんな姑息なね、逃げ出すような話を、なんかされたそうでございますが、いいですか？これパーティー券の問題だけじゃないわけですよ。大臣、副大臣、大臣政務官にあまりにもひどいスキャンダルが相次いでますよね。ね、財務省の政務三役が、ね、税の滞納、ね、文部科学省の政務三役が、これが女性問題、そして法務省の政務三役が自らの選挙違反、これもですね、まあ答えはいいですよ。だって認めるわけないから分かってますから。でもね、みんなが思ってますよ。派閥順送りで派閥から推薦されを適当に当てはめてるから、こんなことが起こってると。もうまさに派閥の弊害は50年前に戻ってるじゃないですか。派閥の会長を辞めるとか離脱するとかね、そんな軽い話じゃないですよ。むしろ岸田派解散したらいいんじゃないですか、総理。
内閣総理大臣岸田文雄君。まずは人事については、所掌分野、そして本人の経験、他の候補者との比較、こうしたものを総合的に判断したものであります。そして派閥についてですが、派閥に関する議論、これは長年にわたって続いてきました。その間、公職選挙法であったり、政治資金規正法であったり、法改正の取り組みが続けられました。また派閥のパーティーについても、平成4年、そして平成6年、2回にわたって議員立法で各党合意のもとにルールが定められた。こうした努力も続けられました。こういった中で派閥のありようということをどう考えるのか、こうした議論が続いてきたところであります。そして、派閥のこの会から外れたということが姑息だということをおっしゃいましたが、先ほど来申し上げておりますように、今回のこの国民の皆さんから不信を買っていることについて、これは党として、これは危機的な状況であるということ、党一体として取り組む必要があるということ、これを党の幹部に対して直接指示した、そうした手前、その先頭に立つと言っている人間である以上、これは党内において無派閥の人間もいるわけですから、派閥からこの在任中は外れる、これがあるべき姿だということを申し上げているわけであります。決して逃げるということではなくして、党として、この一丸となって、これ取り組む、こういった姿勢を、この表明させていただいております。ぜひ、今後とも、こうした、取り組みを続ける上においても、自民党としても強い危機感を示す上においても、今後の状況をしっかり踏まえて、対応を続けてまいります。枝野幸男君。まあね、適材適所とね、繰り返しておっしゃられますけども、いや、百歩譲ってね、法務省とね、文科省はこういう人だと気づかなかったんですと。だけど、財務省のよりによって副大臣でしたか？政務官ですか？ね。税の滞納で何度も何度も悪質だって指摘をされた人を、よりによって税を所管する財務省の政務三役につけたのを適材適所だなんていうのは、これどう考えたって、説得力ないですよ。そしてですね、いいですか？逆に言えば今総理は、私は危機感がありませんでしたと答えになってるわけですよ。50年前から、ね、福田赳夫総理の時代から、福田赳夫総裁の時代から、私が小学生の時から、派閥の弊害だ、ね、派閥解消だと言われてきて、そうした中での危機感で、総理はじめとして党の役員は派閥離脱するって、決めたのに守ってなかったの自分じゃないですか。国会なのでやめたらいいじゃないですかって言われてもやめなかったの自分じゃないですか。慌てて今頃になっていると拘束っていう以外の何者でもありません。そしてこれ党の危機だけじゃありません。まず岸田内閣の危機です。松野官房長官ご自身が、この後15分になったら帰って来られるそうですから、記者会見から。記者会見で何言ったかを知らないで聞かなきゃなんないちょっと辛いんですが、松野官房長官が今回のまさに問題になっているキックバック、これを計上せずに裏金を作っていた。こうした問題、しかも金額は5年間で1000万超えると。こうした話、松野官房長官と話してませんか？松野さんに、あなた大丈夫だよねって話してないんですか？内閣総理大臣、岸田文雄君。様々な報道があることは承知しておりますが、実態については、今後、実態を把握しながら適切に対応していかなければならないと考えております。しかし、いずれにせよ、今の時点で、ご指摘の点等について、私が お答えすることは、捜査に影響を与える恐れがあります。お答えすることは控えます。枝野幸男君。いや、報道が事実ですかって私は、総理なんか聞いてませんよ。それは総理答える立場にないから。今帰ってこられましたけど、松野長官に、あんた大丈夫だよねって、その手の話知ってないんですかって聞いてるんです
内閣総理大臣岸田文雄君。どういったやり取りをしたかも含めて控えなければならないと申し上げております。枝野幸男君。聞かないことについて私は自分も官房長官やらせていた立場としてですね、私は強い違和感を覚えます。かつてね、官房長官ってのは総理の女房役って言われたんですよね。女房役って言い方はジェンダーの観点からいかがなものかと私は思いますが、まさにですね、いい面も悪い面も総理表裏一体で、ある意味では裏も表も一体になって総理を支えなきゃ官房長官なんて仕事は務まらないんですよ。その官房長官すでに傷あったら総理支えられないんですよ。あんた大丈夫だよねって、これだけ報道がこの間続いてて、しかも一番の注目の、安倍派じゃないですか。聞かない、大丈夫かって確認もしないこと自体、私は官房長官と総理の関係大丈夫かと言わざるを得ないんですけど、いかがですか。内閣総理大臣岸田文雄君。当然のことながら、官房長官と意思疎通を図っております。さまざまな意思疎通を図っておりますが、その中身について具体的に申し上げることは控えなければならない。捜査へ影響を及ぼす恐れがあるから控えますと申し上げているところであります。枝野幸男君。いやいや、わかりますよ。それは総理と官房長官の会話をね、全部世の中には公開できない。そういう類のことを一番の総理の相談役としてやるのが官房長官ですから、全部言えないのはわかりますよ。でもね、これだけ国民から疑義を持たれていて、党の危機だとまだおっしゃったわけですよ。もう内閣の危機なんですよ。金目役がこれだけの大きな疑惑、もうすでに報道されてるわけですよ。しかも、もう今回こんな具体的に出てきてますが、もう一週間も前から、やばいんじゃないかって言われてるわけですよ。まさか大丈夫だよねって確認する当たり前だと思うし、確認しましたよってなんでお答えられないのか不思議で仕方がありませんが、記者会見を終えられて松野長官帰ってこられたので、詳細は後ほど後藤議員の方からお尋ねをしますが、パーティー券の販売ノルマを超えた分を派閥の方には報告計上せずにですね、自分のところで抱えていた、そういうケースはあったんですかないんですか。内閣官房長官、松野博一君。お答えをさせていただきます。まず政府の立場としては、お答えを差し替えるべきと認識をしていますが、私の所属する政和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知をしており、今後、事実確認の上、適切に対応するものと認識しています。派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても、補正査して適切に対応してまいりたいと考えております。枝野幸男君。私は派閥のこと聞いてないんです。安倍派の元事務総長としての松野議員にお尋ねをしているんじゃないんです。松野議員の政治資金の取り扱いについて聞いてるんですから、精査の必要ありません。お答えください。内閣官房長官、松野博一君。会見でも逃げてんじゃないか。お答えさせていただきます。繰り返しになりますけれども、派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。枝野幸男君。繰り返します。松野長官、よく聞いてください。私、派閥のこと聞いていません。派閥は刑事告発つけてますが、松野さんは刑事告発受けてませんでしょ。でもしかすると、これ派閥は被害者かもしれません。これ派閥に黙って、派閥のパーティー券売ったお金を派閥に報告せずに自分のポケット入れて裏金してたら横領ですから、むしろ派閥が被害者かもしれないので、派閥が刑事告発されたの関係ないんですよ。あなたの政治資金の取り扱い、あなたが売ったパーティー券の報告をちゃんと派閥に報告したんですか、あなた自身が答えられることだし、あなた自身じゃなきゃ答えられないことです。お答えください。内閣官房長官、松野博一君。繰り返しになりますけれども、派閥が現在政治資金に関しまして、刑事告発をなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえ、
私の政治団体についても精査し適切に対応してまいりたいと考えております。答え中ですけど。枝野幸男君。いけてんじゃないか。本人しか答えられないこと。本人答えじゃないぞ。本人しか答えられないこと。答えさせて。松野君もう一度答弁されました。同じです。答えさせて。ダメですよ。ちょっと時計止めてください。時計止めて。速球を止めてください。精査して後日ちゃんと報告するってことですか。ちょっと確認をしてもらっていいですか。会見でも政府の立場で答え変えるのが いつ答えるんだった。答えられるようになったら予算委員会再開するか。枝野幸男君、もう一度質問を改めてよろしいですか。内閣官房長官、松野博一君。先ほども答弁させていただきましたけれども、派閥の自立確認があり、また、これ、捜査がすでに行われているものと承知をしておりますので、そういうことを踏まえて、私の政治団体についても精査をして適切に対応したいと思います。枝野幸男君。閣僚の中でもですね、各委員会で尋ねられて、いや私はそんなことしてませんとお答えになっている方も少なからずいらっしゃる中で、お答えになれない。これだけ朝日新聞一面トップでね、 NHK まで打ちましたから、これだけ報道されているのに否定ができないというのは、それは皆さん大体想像つきますわね、ということだけ申し上げておきたいのと、もう一点、捜査の対象になってるから答えられないって皆さん大好きなんですけど、これどこで出てきたのか私意味不明なんです。いや捜査の途中なので外部に話しないでくださいと捜査機関が関係者に依頼をするケースはあります。そういうケースであるならばね、それは国会で答えられません。これよくあります。だから一般的には別に捜査してるから外に喋っちゃいけませんだなんて捜査機関は求めませんよ。だからね、捜査の途中だから求められているんだったら、そう検察から言われてますからってお答えなら分かりますよ。検察から喋らないでくださいって言われてますって言ってたら分かりますよ。ただ一般的に告発受けて捜査されてるから喋らなくていいんだったら、いろんな問題でね、知り合いに告発してもらってね、告発状受理してもらったら何も喋らなくていいよくなるじゃないですか。そんなバカな話ありますか。そもそもがこの答え自体が論外だということを指摘をしておきたいと思います。残り10分切っちゃったんで、経済を前にもう一問やりたいんですけれども、自民党自体とんでもないってことが分かったんですけども、ですね、安倍元総理が亡くなられました。昨年ですね、安倍元総理が亡くなる時点まで自由民主党山口県第四選挙区総支部というところの代表者を務めていた、この自由民主党山口県第四選挙区総支部というのは自由民主党の支部である。これ政府参考人でいいと申し上げましたが、間違いないですか。総務省自治行政局選挙部長、笠木孝則君。お答えいたします。
自由民主党山口県第4選挙区支部、安倍晋三総理が逝去される前の代表者は安倍晋三氏でございます。はい、枝野幸男君。はい、この自由民主党の支部の代表者は、安倍総理が亡くなった後、いつ、誰に変更されましたか。総務省自治行政局選挙部長、笠木貴則君。まさか、誰だ、いつだ、これ重要だ。お尋ねの自由民主党山口県第4選挙区支部の代表者でございますが、代表者が令和4年7月8日付で安倍昭恵氏に移動した旨の届け出が出されております。枝野幸男君。安倍総理が逝去された日ですね、亡くなられたその当日にですね、私人だそうですよね、政府が質問収集でお答えになっています。自民党で何かお仕事をされたとは聞いたことありません。安倍昭恵さんに突然代表者、いいですか。この後午後ですね、資金の話については蓮舫議員が集中的にお尋ねをすることになると思いますが、その資金の話も問題だしね、政治団体いわゆる後援会の話も問題なんですが、これ公党たる自由民主党の支部なんですよね、政党支部なんですよ。いや、我々もですね、まあ選挙区単位の支部あります、我々は総支部と呼びますが、選挙区単位の支部がですね、まあ、事実上その選挙区での選挙の勝利、我々で言えば総支部長、皆さんでは支部長、小選挙区候補者を当選させることを最大の目的にしている、そういう組織ですから、その支部長、選挙の候補者本人の、まあ、影響力というかですね、それが著しく大きいというのは、それは我々も一緒です、否定しません、ね、だけどですね、政党の支部なんですから、例えば私の埼玉県大国総支部には、県議会議員をやってくれている総支部の幹事長いますしね、市議会議員長くやってくれているね、私の代表代行いますしね、意思決定するのは地方議員の皆さんで、常任幹事会開いて大事な意思決定全部ちゃんとやってますよ。ね、役員決めるときは、支部大会開いて党員の皆さん集まっていただいて、それで意思決定してますよ。なんで、亡くなったその日に、しかも詩人で会った配偶者が自民党の支部長になるんですか。山口県第4区には自由民主党の市議会議員も県議会議員もいないんですか。自由民主党、その時点でも総裁ですから、ちゃんと答えてください。内閣総理大臣、岸田文雄君。ご指摘の点について詳細は承知しておりませんが、これ、政治団体の代表が亡くなった場合、これは新たな代表を誰にするのか、あるいは資金をどうするのか、これは個々の政治団体において、個々の事情に基づいて判断されるべき課題であると考えております。これは個々のこの政治団体の判断であると考えます。枝野幸男君。ですから私はですね、同じように安倍総理が亡くなられた日にですね、新和会というんですか、安倍さんが代表者を務めたいわゆる後援会の代表者も安倍昭恵氏に変更されてるんですよ。まあ、これについて私はこのタイミングでは聞きません。しかしこれ自由民主党の支部だから自民党総裁に聞いてるんです。別の組織じゃありません。そして政党交付金は一応使い切った形になってるようではありますが、安倍晋三氏が亡くなった時点で、この自由民主党山口県第4選挙区支部には、なんと1億6434万円残高があったんです。これが、翌年の1月には、ほぼ2000万ぐらい使った他は、ほぼすべて安倍晋三さんのもともとは、個人後援会に移されてるんです。政党のお金が、どっちも代表者は同じ安倍昭恵さんです。こういう事実があるんです。いや、私ね、自民党の政治古いと思って、もう昭和の政治だよねと思ってましたが、いやいや、江戸時代、封建時代ですか、領主様が亡くなったら、ね、その身内で引き継ぐって、自民党の支部ってそういうもんなんですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。今、資料で確認しておりますが、ご指摘の、自由民主党山口県第4選挙区支部につきましては、令和5年1月31日付で解散をしております。そして、このご指摘の政治団体等において、新たな代表を誰にするのか、資金をどうするか、
これは個々の団体において何を目的にするのか、党の考え方に基づいて判断されるものであると認識をしております。枝野幸男君、繰り返し申し上げますが、安倍晋三さんの後援会としての政治団体の話をしているんじゃないんです。自由民主党山口県第四選挙区支部という自由民主党の組織の一部についてお話をしているんです。そしてですね、普通はですね、後継者の方、ここは世襲ではない後継者の方が、補欠選挙出られたんでしょ。普通ならね、1億6千万も残っていたお金ね、我々の感覚だとね、3桁ぐらい桁が違ってますけど、いや、下手すると赤字なんですけども、我々の場合は。いや、残ってらっしゃるんだったら、普通はね、それは一応残務処理みたいなところで一部は使うかもしれないけど、いや、次の支部長になった方、衆議院候補者になった方のが代表者になった支部に、一旦廃止してね、解散してね、新しい組織にするのか、それとも代表者を変更する形で引き継ぐのかは別として、これが当たり前ですよね、政党の組織としてあり方として。政党組織の手出してないじゃないですか。近代的な政党の組織になってないと思いませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。ご指摘の点について、具体的な詳細は承知しておりませんが、ご指摘の、山口県第四選挙区支部、これは、令和5年1月31日付で解散をしています。解散をした上で、新たな四区支部を、立ち上げるというような形で、政党活動を続けていると認識をしております。その際に、この資金等の流れについては、この政治団体の関係者が、政治目的を等々もしっかり念頭に置きながら判断をしていく、こうしたものであるとお答えをしております。枝野幸男君、分かってとぼけてらっしゃるのか、それとも分かってらっしゃらないのか、分かってらっしゃらなかったらもっと深刻なんですけど、自民党の支部なんですよ。独立した政治団体の話してるんじゃないんですよ。自民党の支部がどういうふうにね、支部の代表者が急に亡くなった時にね、どういう人が後を引き継いでね、残ってる資産どうするのかって、それ、党内民主主義。それは支部だから支部営利なら支部に属している党員の皆さんの党内民主主義であるのが、民主主義国家の真っ当な政党っていうんじゃないですか。ね。どうもそうした、この山口県第四選挙区支部で、なんか党員集めて、あるいはね、いわゆる支部大会じゃなければね、そこの意思決定機関、常任幹事会なのか総務会なのか知りませんが、そういうところで、じゃあ安倍昭恵さんに当分つないでもらおうと。で、この金は、安倍さんのおかげで集まった金なんだから、安倍さんの後援会に移しましょうとか、そういう手続きがなければ、近代的な政党じゃないですよね。党内民主主義は成り立ってませんよね。違いますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。先ほど申し上げましたが、令和5年1月31日にご指摘の自民党四区支部は解散をしています。で、それに至るまでの経緯については、関係者が相談の上、今後、この政治活動をどのように維持していくのか、こういった判断に基づいて具体的に判断したものであると認識をしております。いずれにせよ、この政治団体において、代表者、あるいは資金等の扱いについては判断されるものであると認識をしております。枝野幸男君。残念ながら経済をやれる時間がなくなりましたので、これは言いっぱなしで申し上げておきたいと思いますが、この間成立した第一次補正予算、これは11月2日の閣議決定された経済対策、これに基づいた補正予算なんですね。じゃあ11月2日の閣議決定された経済対策の表題お答えください。これだけでいいです。内閣総理大臣、岸田文雄君。デフレ完全脱却のための総合経済対策であります。枝野幸男君。デフレというのは物価が継続的に下がっている状況というのが定義です。そこから完全脱却をする、目指すということは、物価を上げようとしているんです。今、多くの国民の皆さんは物価下げてくれと。いや、継続したデフレの状況ってよくない。それはまた私も全く同感です。だから、その3年前ぐらいまでの、この10年間、アベノミクスの下で続いてきたデフレ状況から脱却したい。だけど今起こっているのは、脱却方向に向かっての望ましい状況じゃないんです。
なぜかというと輸入物価が上がって、国民の皆さんが余計に払った、値上がりして余計に払った分の金は、国内の誰かの懐に行ってるわけじゃないんです。全部海外に行ってるんです。だから、消費者の皆さんが物価高で余計に払った分がね、誰かの給料になったり、どこかの設備投資になったり、そういったところに行かないで全部外国行ってるんです。だからそれが新たな消費を呼んで、経済を良い方に循環させるだなんてことには全くならないんです。それなのに物価だけ上がって生活が悪くなってるんです。まず輸入物価を下げるということをやった上で、本来やらなければならない。国内の消費が増える。そして賃金が上がる。こういう状況を目指さなきゃならないのに、輸入物価が上がっている状況ではそこに行く前の段階なんだということを指摘をして、した上でですね、残りについては、特に政治資金の問題については、この後の同僚議員、そして参議院の仲間に委ねたいと思います。ありがとうございました。この際、西村。